どうも高井です。医療イノベーションの本質、生命保険マーケティング、こっちはね、安くていい医療のサービスを提供しましょうっていう話が載ってますけど、特にこっちですよね。最後の方に国民皆保険制度本当に必要なのかっていう話が載ってて、いや私が言ったら必要でしょって思うんですけど、もはや民間ですら国民皆保険制度って本当に必要なのかって話が、ただ企業で争って安くていい商品っていうのはもうね、価格競争によって値下がりしていけばいいわけですけど、今現状私たちの保険料の負担って3割、サービスを受けることによって払う費用って3割加えて、高齢者の人が2割なのかな、昔は1割だったみたいだけど、それでも3割の負担で済んでるわけじゃないですか。で、郵便局って郵政民営化とかして、それで安く利用できるようになればいい、安く利用できるようになったとしてもどうだろうな、保険ですよ。海外で言ったらその保険という商品なわけで、じゃあそういう株式会社が、民間の会社がその保険という商品を安く提供してくれるかといったら、ビジネスですから利益が出なきゃいけないわけじゃないですか。利益が出なきゃいけないから必然的に値段上がってくるんじゃないかなみたいな、その予想が立ってるわけですよね。なんて無関心な方には、一度こういう本読んでみたらいいんじゃないかなって思います。それでは。